こんにちは、せいひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はノウハウとマインドのバランスとは、バランスの重要性について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではまず、ノウハウとマインドのバランスとは、まあ、ノウハウとマインドは 50-50 ですね。この方がいいと言われてますね。そちらについて説明していきたいと思います。じゃあ、なぜノウハウとマインドは 50-50 なのか。要するに、ノウハウだけに肘を置くとただのノウハウコレクターになってしまうとですよね。で、マインドだけに肘を置くと行動する意欲があっても実行するノウハウがなければ成長に時間がかかるということですね。まあ、ノウハウコレクターというね、言葉、こちらもよく耳にしてると思いますけど、要するにノウハウだけ入れて結局実行しない、実行できない、実行しても、途中で挫折するっていうのは、まあ、よくマインドができてないからと言いますよね。逆にですね、マインドがしっかりしていても、まあ、行動するね、よくあると思うんですけど、実行するノウハウがなければね、結局意味がないってことですよね。なのでですね、ノウハウとマインドはね、最初はですね 50-50 でまず同時に手に入れるってことですね。そちらが大事だと、言われています。で、次、よくマインドが大事というかってことですね。まあ、成功者や起業家はよくマインドが大事と言いますが、あれはいいノウハウを持っているという前提でのお話ですね。まあ、ビジネスはマインドが8割と言われるが、いいノウハウを持っていなければ結局は何から行動しているか分からなくて動けないということですよね。ビジネスはね、マインド8割でよく言われてますけど、もちろんそれはその通りなんですよ。はいですね、それは、いいノウハウを持っているっていう前提ですね。先ほど言ったあの 50-50 というのは、それ以前の問題ですね。まずはマインドを作るときと同時にいいノウハウもね、同じように取り入れるということですね。で、そこからですね、要するにマインドで行動しますので、結局行動が8割と言っているようなものなんですよね。で、なので、まずはってことですね。良いノウハウと成功者のマインドセットを 50-50 で揃えるってことですね。良いノウハウと成功者のマインドセットは自己投資して上質なものを買うのが一番ベストってことですよね。上質のノウハウとマインドを手に入れることが成功への近道であるということですね。そうですよね。無料情報だけにこだわるんじゃなくて、やっぱり上質なノウハウとマインドを、こちらをね、自己投資という感じで、お金を出していいものを買うということですね。その方が成功への近道ですね。時間を短縮できますのでね。では、上質なノウハウとマインドを手に入れたら、まあ、ノウハウのインプット、マインドのアウトプットは、まあ、こういう比率になりますね。ノウハウインプットが、まあ、1から2で、マインドと、アウトプットは8から9ということですね。まあ、この割合で最後は実践していくということですね。なぜですね、この割合で実践するのかといいますとですね、要するにインプットだけだと、まあ、先ほども言っているようにノウハウコレクターになってしまうので、やっぱインプットは1から2で、1から2を入れた時点でもう8から9でアウトプットをするということですね。インプットはですね、お金を生まないんですよね。どっちかといえばお金を払うで、お金を生むのがアウトプット、要するに行動したものがお金を得ることができるってことですよね。なので、この割合が一番ベストですね。こちらですね、別の動画ですね、インプットとアウトプットの比率という私が以前撮った動画がありますので、こちらを参考にしてみてもらえたらいいと思います。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。